ドジャース大谷投手が3打数2安打で打率3割6分8厘とし、両リーグトップの首位打者に浮上した。首位打者ランキングは両リーグで大谷がトップ。同2位はア・リーグ首位、ガーディアンズのスティーブン・クワン・ソト野手で3割5分8厘。両リーグ3位でナ・リーグ2位がドジャースのムーキー・ベッツ内野手で3割5分5厘。両リーグ4位でナ・リーグ3位がブルワーズのウィリアム・コントレラス捕手で3割5分4厘。両リーグ5位でア・リーグ2位がレイズのアメドロ・サリオガイ野手で打率3割5分1厘。大谷の首位打者浮上は海外ファンの間でも話題になっている。ホームラン新記録達成、イッツショータイム。翔平がまた一つ記録を手に入れた。ついに言った、これぞ私たちが望む本来の大谷。ホームランを打ちまくってくれ。おめでとう大谷、日本出身選手として新記録となる176号ホームラン達成おめでとう。レッツゴードジャース。あの右翼手はスタンドに振り向こうともしない。右翼手のスターリング・マルテが振り返ることもなく手を背中に組んで立っていたほどの象徴的な出来事だった。無理だと分かって外野手が一歩も動かないようなホームランは視覚的に非常に魅力的な要素がある。あのバットから放たれる打球音、うまく説明できないけど本当に美しい音だ。彼がボールを破壊する光景は見ていて楽しい。私はレッドソックスファンだけど、とにかくうっとりしているよ。ユニコーンがゴジラを上回る。大谷翔平が日本出身選手として MLB 史上最多 HR 記録を達成。秀逸な作品。素晴らしい出来栄えだね。翔平がドジャースブルーを着ていたらもっと良かったのに。ドジャースファンは今日これを必要としていた。誰かテオスカーにあの嫌悪感を与えるひまわりの種を投げるのをやめるように伝えてくれないか。おめでとう。大谷翔平の打率が368は MLB 全体でトップに。ある男性と野球について話していた時、ルイス・アラエスは大谷翔平より打率が高いから打者として優れていると言っていた。まさか形勢が逆転するな。大谷の功績は大きい。彼はジャッジのように開幕から出遅れたものの、巻き返して打率368、OPS 1.094 を記録している。翔平は打率、安打数、二塁打で現在 MLB 全体で C、 OPS でも2。翔平は素晴らしい。ついにドジャースがスランプを解消。この試合では素晴らしい打撃と投球の両方で素晴らしいパフォーマンスを見せた。彼なら到達不可能な記録を到達する力を秘めている。それは現役中に三冠王とゴールデングラブ賞を同時受賞すること。彼がそれを成し遂げられるかどうか見守りながら応援するよ。大谷翔平とドジャースの組み合わせは天国にいるような組み合わせだ。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。